皆さんこんこにちは、えー、あ大丈夫ですか今いつもと違うと思うんですけどもなんとですね北西さん先週で卒業しちゃいましたねでそれに伴ってあの上原さんも一緒に卒業しちゃったもんですから僕居残りです卒園ですね卒園で僕一人残ってしばらく始めたいと思うんですけどもまあでもこのオープニングっていうのが一番難しいんですけどね 何話していいかわからないんですけど <laughs> 緊張しますね一人そうですね人だと結構大変ですねはねい、はい、ありがとうございますもう付き合ってくださいねはいお願いしますよえー、喋ることはいっぱいあるんですよ僕、はい、喋りたいこといっぱいあるんですね喋ると2時間でも3時間でも喋るんですけど始まる前っていうんですかあいさとかこれオープニングとってもえー、北西さん今までやってくれてたんで、はい、んちょっと当てにしてたんでねこう 本願で今日から一人で全部やってみたいと思いますで今日も僕の話ってやっぱりこれですよ「これ私はを本」これ今 YouTube で読み聞かせとかやってるんですけどもあこれもとりあえずもう今日何も考えてないんでこの続きっていうか中の内容ですかねこういった話をちょっともうできる限りやっていきたいと思うんですけどこれ20分 20分で CM ですよねあそうですね20分10分、うん、10分で10分で10分になったら CM10 分20分じゃなかった12時あ,あその何時でも大丈夫なんですね大丈夫なんですよね、はい、<laughs> 大体、ねうんね、これ近くってことですよね <laughs> あそうですねだ大体、はい、で <laughs>、うん、じゃあ僕の生きれいのいいところで CM 入れますんで <laughs>、はい、はい、自分勝手にやっていきたいと思いますで今日本をね今読んでたんですよ待合室でで 今日来る時もいろんな人と話して面白い話いっぱいあったんですけどあの私は「王」という本の中にですね「王の投影っていう項目があってですねでここ面白いなと思ってここが実はあの第2弾目の魔力につながってるところなんですよここは王の投影これ読んでて思い出したことがあったんでまずはそこから話したいなと思うんですけども、えー これ初っな人生は自分の心の投影ですって書いてあるんですけどこれちなみにこれを受け入れてない人がほとんどですよねうんでもいろんなセミナーとかスピリチュアルっていうかそういった勉強をやってる人だったら分かることではあるんですね心自分の投影なんですよ自分の心のそう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 あ,<ー>あの何かが起こって、はい、でこれ 何かのせい、誰かがこんなんやってあんなじゃなくて、うん、自分のの中が外に出ててるっていうの前提なんですねすでに出てるってことは前提で話を自分に原因があるっていうところですあなるほ,どでほとんどの本はそこを一生懸命伝えてるわけですよ。はい、自分の投影ですよ自分の中にあるんですよっていうのを一生懸命伝えてる本の中で、うん、僕はこれさらっと流してるんですよこれは当たり前だと。ああ でもこの東映というところをもっと細かく変えているのが王の東映という項目なんですけど考えてみるとこういったのを勉強してない人も多いですからねこの辺を話してそれを進化させたのが僕のこの本なので <laughs> 単純なところだ僕に言わた単純なところなんですよ自分の東映というのは<ー>でも普通、一般的な人は信じないですよねそうですね、<いや S 2> なかなか。 僕がこう自分がこうしたいと思ってても何かに邪魔されたり誰かに邪魔されたり<ー>でこれは自分の投影じゃなくて外側は外側自分は自分自分がどんなにやってても外側がこうなんだっていうのがあると思うんですけど昔ねあの面白い面白いっていうか自分の投影っていうのでとっても思い出した話があるんですけど。 ある時、ね、自分のアパート4階に住んでたんですよあの時、はい、でとっても古い4階のアパート古いアパートなんですねでゴミ捨て場が階段登る横にあるんですけど今みたいな,なんか檻みたいのがあるんじゃなくてその場所スペースがあるだけで。 なんてんていうですかここに収集車が来て持っていくんですけどあ置いいててあるだけっていうただ置いてあるだけああの囲いとかもなんもない <laughs> ただその場所,場所車が止めやすいところにみんな置いていくんでそこがゴミ捨てば、うん、あアパートの住人のですよ、うん、で、えー、なんていうんですかね、あのー、マナー悪い人って結構多いんですよ、はい、燃えるゴミじゃない日にいろんなの出したりあそういう。 確かにで粗大ごみ捨てていく人もいますからねあ<ー>もう引っ越しする引っ越し誰か引っ越ししたんだなっていうぐらいごみたまりますよあそこタンスとか <laughs> <あ>壊れた冷蔵庫とか <laughs> 冷蔵庫ですかうんこんなのまで <laughs> もう勝手に捨てていきますからねとっとと、はい、だもう大変なことになるんですよとにかくこのごみ捨てでたまに大家さんが全部もう業者頼んで一品に 捨てると思うんで綺麗になったなと思ってやっとすっきりしたなと思っても23日すると誰かがまた変なのを捨ててるんですよ。うん、もうなんかこれが気に入らなくて俺はこう。ゴミ捨てるところにはもう毎日来るこう燃えるゴミとか燃えないゴミとかそういうのだけを置いとかないとあともう収集者の人もなんかもう嫌になってか知らないけど。 持っていかななくるんです何も混ざってるからもう何もかもがなるほどもうその日のものがその日のもの以外がもういっぱいあるもんだから確かにそれでなんかもうイライラして一回自分がもう変なの捨ててるのは全部わざとよけたんですよああどかしてしかも通り道にわざと捨てた人が「あ自分が捨てたのはこんなとこ置かれてる」ってなって ね、気をつけて気をつけてっていうか打ち与えしてくれればいいなと思ってうもう分けてたんですとにかく燃えるゴミのところに燃えるゴミであといらないのは全部後ろに置けて、はい、わざわざ階段のすぐ下の方とか目立つところに、はい、<laughs> 置いといて見せしめみたいな見せしめで<ー>でももう最終的にこう見せしめっていうのも,もうなんかどうでもよくなってもうとにかく分けるっていうのが一生懸命だったんですそれもううもう来るたんびに毎日帰るたんびになんか散らかってますからね もう,もういらんのはもとにかく後ろにもよ寄せとけばあとあと大さんが何かやってくるだろうと思って、はい、燃えるゴミとかちゃんと袋に入ってるもの入、うん、ったのをちゃんと前に出して <laughs> 毎回整理するんだけど必ず誰かこう持ってくるんですよねどんなに整理しても懲りずに、うん、もうでもこれでもずっとイライラして,てである時昔一緒にやってた人に 行ったこことあるんんですよこんな話をもう,もう毎日こんななってからもう大変と、はい、ゴミがもうこんなもんなってもんなんかもうゴミ整理するのになんかもうなんかイライラするんだけどみたいな話したらゴミがかって言われたんですよその人にうんゴミがあゴミが散らかってるのかああはいはいゴミが散らかってるのかそうそうですよね、はい、だからもうこれもう 一住,住民としてもイライラするか自分がどんなにやってもどんなにやっても誰かが散らかすからもう、うん、ねでもでもとってもいいことやってるつもりじゃないですか自分は、うん、俺の中ではでもその人に「うんが散らかってたんか?」って何回も聞くんですよはいゴミがですよゴミ、はい、が散らかってるから俺はもうイライラしやってるじゃないですかもうその通りですよねはい <laughs> <laughs> これ3回4回わざと聞くんですこの人は、えー、うんが散らかってたの 意味わかんないちょっとわかんないですよねでも俺は分かだんだん分かってくるんだけど <はい S 1> もうで最終的にその人が言うわけですよ「お前が散らかってるんだろう」って <laughs> え意味わかんないですよねどういうことですかお前の心の中が散らかってる <laughs> 心ああゴミが散らかってるようにもうみイライラしてるかもしれないけどお前の心が散らかってるわけよへえー すごい意外なとこついてきました、ね、ついてくるでしょ<ー>でも本人としては分かるわけですようもういろいろ散らかってますかもあれもしないといけないこれもできてないあれもできてないこれもやらんといけないのいっぱいあるんだけど生活もしないといけない、うん、もういろいろもう何から手をつけていいか分からないっていう状態そんな状態の時があって <laughs> は,い、はってなって。 そんなのばっかり勉強してるニウムにもかかわらずいきなりこの意外でしょゴミから自分に来ると思わないから「俺?」ってなって「俺ですか?」って言ったら「お前以外に何があるか <laughs>」あのな外側は自分の塔へって言ったらすべて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 ,て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 だわけよ 例外なく全てだけよゴミは別とかじゃないわけよゴミが散らかってんっとらお前が散らかってるわけよって話ですね。うって聞くとじゃあ俺が整理したらゴミもきれいになるかなって考えるんだけどそんな問題ではないですよ、はい、<laughs> 見せられてると言えばいいんですかね外側の現象に。であゴミまでこんななるんだってなったんだけど。 その要は内側が影響しますからね外側にああなるほど誰かがこんなって思う例えばあのいるんです僕の次第の知り合いの会社にいるらしいんですけどクレーマー、うん、あクレーマーに当たる人クレーマーに当たる人会社のこの受付、はい、電話対応担当の地区とかあるんですよ、はい、この担当の地区からの電話はこの人 この担当の地区はこの人、はい、でこの人が行くところどこのた地区に行ってもクレームが多いらしいんですねああそのたまたまですかね偶然ねその地域は誰が行ってもクレームが多い地域とかじゃなくてこの人が行くとクレームが多いらしいんですよもうちょっと不思議ですね面白いですよね何<ー>、えー、かあるはずよってしか思えないですけどねそうですねその人が何か関係してるってことですもんね <laughs>、まあ まあこれね直接のよく話す人じゃないんで、はい、まあ僕、直接にねこうセッションとか個人セッションやってるで<ー>そういったの来るんだったらゆっくり話してあげたいんですけどね、うん、まず最初に相手がクレーム来くるっていう,もうクレームっていう取り方もそうなんですけどもクレーマーが多いって思ってるんですよあそのクレーム受ける人自身が。うん、ああ 難しいですよね何ていうんですかねあのクレームになっちゃうんじゃないかなって俺は思うんですけど極端な話ですよ、はい、あの実際にクレームを言ってきた人でさえ、うん、クレームと思わなかったことあるんですよ俺うんでもちょっとしたアドバイスでさえクレームと受け取る人いるんですねああ<ー> <laughs> なるほどその人の受け取り方 <laughs> で向こうの例えばそのお客さんの「はい、こんなになってるんですけどどういう意味ですか?」っていう電話がクレームになるんですよその人にとってはうんで僕がそういう電話を取ると「あどんなになってるんですか教えてください」って言ってクレームじゃないんですよあ,あ,あの元凶報告なんですよ僕には<ー>わざわざ一点見回りしなくてもその人が教えてくれてるわけですよね確かに でも面白いのが僕結構クレームつけたい人多いんですね僕に。<laughs> <laughs> 多いんですよ多いんですか昔から多くてたま,りたまってもうこれはもう絶対この俺に言わんと気がすまんみたいな感じになってある人が来たんですよちょっと話があるんですけどって喫茶店か、A、&W かどっちかだったけど。 で永遠となんか話するんですよ、僕に。うん、うんなるほどねって。で、クレームと思ってないんです、僕はな。なんていうの、こんなやった方がいいんじゃないの、あんねやった方がいいんじゃないのって、一生懸命アドバイスをアドバイスしてくれてるんですよ、僕に。はい、で、俺の中、なんでこの人にアドバイスされないけないんだろう、俺はとか思いながら、ーうーん、とか聞いてるんだけど、はい、で、この人がなんか言った言葉の端を、 入っててしまってあそれ違うよって話になってああは分かったこれはさこんなでこんな意味があってこうなるわけよっていうのい,いちいち説明始めるんですよ今度俺が。うんであの言っとくけど「みをだよ俺。って話から「みつおはねこういう時こういう反応するわけ」「密つはねこんな時こんな反応するわけ」これ なんでこんなするのみつおさんって言われてもみつおだからじゃないってしか言えないわけさって話なんか<ー>永遠と俺はその人にカウンセリングしてたんですよみつおとのうまく付き合い方あなるほど自分 <laughs> 自分を解説してたんですね自分はこういう人だよって解説ってよりも、はい、悩んでたからその人が相当<ー>何とかしてあげたくてああみつおに苦しんでるんだと思ったから<ー>苦しまないようにしてあげようと思ったわけですよ俺は一生懸命こ2時間ぐらい永遠と2時間 カウンンセリングしたけだからこういう場合はこうやった方がいいよってあの普通の人にこうかもしれんけど三つほどでこんななるよ絶対これ期待してたら期待した分だけもうそれよ、もうすの決まってるさってだからこんな場合はこんなだよあんな場合はこんなだよっていちいちもう全部こう説明するわけですよで最終的になんかぶち切れたみたいでその人そんなことが聞きたいんじゃないんですよとか言い出して <laughs> じゃあどんなことって感じさ俺は <laughs> そんな あれじゃなくてもうとにかく光男さんイライラするって話ですよクレーム言いたいわけですよって言うからあクレームあそこで <laughs> あークレームだったんだごめん早く言わんとクレームの時はって<ー>なんかいきなりね話し込まれたらなんか俺に相談して,してるのかなって思うからうん、うん、相談されたらなんかやってあげたくなるさ <laughs> 相談に来たと思ったんですよ俺、はい、でこの悩みの対象が仕事だったりあの 自分の旦那だったり、はい、いろいろあるんですけど相談来るときは「旦那がこんななんですあんななんですよ」っ、うん、男はこんなだからこんなじゃない」って言ってあげるんですけどでこの対象が僕だったって話,、ね、話だけなんですね。あ三つを三つはこんなだわけよっていう <laughs> かります男と女は違うから旦那さんがんで旦那さんこんななんだろうってなってもこれ男だからじゃないってしか言えないことあるんですよ。そうですね、男と女の価値観違いますからねなん、はい、でこういうことをするんだろうって女の人疑問に思うかもしれないですけど男だからっていうのがあるんですようん逆に男からするとなんで女の人こんなことをするんだろうっていうのがいっぱいありますからね、はい、男と女の違いっていう勉強がやったこともありますけども。 だこの要は理解できてないっていうのが苦しむんですよ人はうんやっぱど,どっちもが理解してないとだめなんですかねやっぱり自分と同じ感覚でやると意味わからんってなるんですよね、うん、なんであの人こんなことするんだろうってって苦しむんですよありえない普通こんなやつはこういうふうになるんじゃないとか、うん、でその人の持ってる普通と違うことをやるそれで結構 この揉める原因ってそうですよ男と女が男と女の違いを理解してないから<ー>だからこう理解するだけで全然変わるんですよ例えば前作った資料が犬「男と女は犬と猫ほど違う」っていう資料を作ったことあるんですけど、はい、犬と猫ぐらい生き物が違うって話ですよああもう人間という括りじゃなくてもう男と女生き物自体が違う,<ー>そう男という生き物女という生き物 あそう分けてだから猫と犬が結婚したようなもんですよ <laughs> で犬からすると何であのとこ高いとこ登るのバカじゃないって感じだけどさはい、はい、猫に関して降りてこいこっちに一緒に遊びたいのに何であのとこ高いとこ登るかって <laughs> もうイライラするわけ犬は降りてこいここにみたいなで,、ねはい、でも猫からするとうっとしいわけさうん確かにこう来るな寄るな <スラ df> なんでこの人はこんなやってもうイチャ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 イチ<う>イチイチイチ何の意味がっていうつくっていてくのよるの夜なっていう感じで猫はし <laughs>、うん、一人で眠りたいわけ <laughs> それで近寄れないところの高いところ行くわけでこれ実際に犬と猫飼ったことあるんですよ僕実家が犬を飼ってて俺がアパートで猫を飼ってて、はい、で猫を飼って実家に帰った時に対立するじゃないですか犬と猫って,ってそうですね仲悪いんですよね 最初の1週間は大変でしたけどね<ー>でもね1週間すると面白いでしょ、はい、もう仲良く仲良くっていうかお互いを理解しているあやっぱけんかとかも減るんですかうん喧嘩しなくなりますね<ー>だって猫出しっていうのが分かるんですよああ。あですよ仲良くなってますよ姉妹には1ヶ月もすると<ー>犬と猫でも仲良くなるんですよ <laughs>、はい でも人間はなんか仲良くなれないですよねなんかね男となって、ね、そうですねまあそんなこと言ったらない <laughs>、ね、仲いい人も言仲いい人います言い方がちょっとあれです <laughs> やこれなんでってこう仲悪い人の話ですよも仲悪い人の話は何年経ってもねなんでもう20年経ってもなんでこの人はもう必ず遅れてくるのみたいな人いるんですよはい。 これ理解してないんですよね遅れる人っていうのがもう認めてあげればいいんですね認めるっていうかその人はもう遅れる人なんですよ<れ>なんでまた遅れってでもう遅れる人だからなんですよ <laughs> もう,そ,うです、ね、それぐらいあの男っていうのを理解したら楽になりますよ女の人は<ー>なんでこの人こんななんだろうね<ー>男だからさって許されないって思うんだけどはい <laughs> でも許されなくても許すしかない時来るじゃないですかあれ一人で話すと時間長いなと思ったけど20分になってますね今ねあそうですねああ20分ですね、うん、とりあえず CM 言ってもらいましょうかね <laughs> はいお、はい、<laughs> 願いします CM です はい始ま始まりました、はい、えなんか全然話が逸れてってるうような感じなんですけどね男と女の話がしたいわけじゃないんですけどもうここまで話したらねちょっと切りがいいところまで話ししときましょうねこの理解、はい、理解がないっていうところであのイライラするんですけど本当に理解したら逆に楽しいではあるんですよ<ー>一瞬なんでって思うけどあ男だったって感じなんですよねで女の人もそうなんですけど 意味わか,からんってお互いが意味わからんって言ってずっと揉める人多いんですけどそ,それがその人って思った方が楽,楽になるっていう意味でこうやったことあるんですよ男と女の、うん、あそういう意味っていうのが分かれば、はい、意味が分かるじゃないですかなるほどねっていうのを書いたのがあるんです実は男の人はこう考える女の人はこう考えるっていうのをこの例えば何か悩んだ時 女の人っていうのは、話を聞いてもらうだけで、いいんですよ。解決してほしいわけじゃないです。こんねって悩んでた。あ、そうなんだ。大変だね。って、言って話を聞いてくれる。あ、聞くだけ。聞いてほしいんです。女の。人はあのー、これ、でも男の人は、そういうふうに言われると、解決してほしいんだと思うんで、一生懸命解決策を考えるんです。あ、じゃあ、あこんねた方がいいやつよ。あ<ー>じゃんなった方がいいやつよとか。 いやでもそんなやんやって今こんねっても落ち込んでってなんかちょっともうとってもショックとか言ってもショックそか <laughs> そんなのやってもどうせ解決しないんだからショックとかそんなのじゃなくてこういうふうにやれば解決できるよって一生懸命解決することを教えるんですよ。はい、まあ僕それやっていつも怒られるんですけど話を聞いてほしい時に解決する方法冷たい冷たくですね淡々と言うみたいでういう普通だったら今あそうなんだ大変だったねっていうところから入っていくんですよね何か誰かが大変な。はい 俺は逆になんかもう最近「事故ってさ」とか言われたら <laughs>「っ」て笑っちゃうんですよよか <laughs> ったんさんこれも今気付けるはずよとか言って笑っちゃうから <laughs> それで怒られちゃうんですか <laughs> 怒られちゃいますねひと言だと思って「<laughs> もう大変なんですよこっちは」とか言ってなんか深刻になってる「<laughs> いや、まあ、もうこれ大変だと思うけどでも絶対チャンスだよこれ」とか言って「あ今あれ事故なかったらもっと大変なことになったかもしれんよ」<laughs> っていうことでですねあの <laughs> 突っ,込む突っ込むっていうか行っちゃうんだけどそこでも誰も話しくる聞いてくれなくなっちゃいますねまずね<おー> <laughs> だせっかくねいいこと教えようと思っても教えてあげるまで行ったことないんですけどよく注意されますあの<し> <laughs> まずは聞いて,聞いてから大変だったねーって言って<ー>でもさっていうところか話していけばいいのに笑っちゃうからね <laughs> 最初から笑っちゃって「<laughs> ラッキーチャンス」とか言って <laughs>。 いや分かるわけよ俺がそうだったからってあるんだけど、はい、い <laughs> 一言と思ってからみんなそうです最初からその笑われるとちょっとさすがにあれですねんでこんな話してるのか今 <laughs> そう,男そう女の人だから聞いてほしいだけ、はい、でも男の人は解決したいんですよでも逆にですよ男の人が悩んでるときって聞いてほしいっていうか話しかけてほしくないんですよお聞いてほしくない聞いてほしくないっていうか 考え込みたいっていうか自分でああ自分まず自分でそっと一人と一あ<ー>ちょっと待って今ちょっと,ちょっと大変なことになってるからちょっと待ってよみたいな感じで自分で一人になりたいっていうかっていう人が多いって話ですね<ー>最近もう分かんないですから今男も女もみんな違ってきてますからねやっぱ違ってきてますか違ってきてますね昔の感覚で昔は大体もう男っていうのは弱音を見せたくないっていうか悩みとかそんなのを 人に言うななんてうん恥だみたいな、うん、そう何にも悩まないっていうのがなんかすごいと思ってるから悩みもしないしどんなことがあっても負けないっていうのが男みたいな感じだからなんか負けを認めるような感覚になるんですよ誰かに「女の人にいまして悩みを相談する」とかなったら「何かあったの?」って聞かれて「女でもない」とか言って機嫌が悪い。 何でもないって言って機嫌が悪い時は旦那さんが機嫌悪い時は何か悩んでる時なんでそーっとしておいてあげてくださいね。<laughs> 女の人はこんな時こそ話した方がいいんじゃないのって思うんですよ<ー>。少しでも話す時が楽になるよって言って話を聞き出そうとするんだけどもう本当にガンってなった時にはもう何も話したくないっていうか今黙っててって感じで, <laughs> で。で女の人こんな。 ななんだかな一番、ね、共感してもらえるのあったんですけど女の人はこんな男の人はこんなっていう話があって女の人の考え方僕が一番理解できなかったのはウィンドウショッピングでし,でしたけどね。あウィンドウショッピングあの、うん、買わずにそうそうそうあれああいう言葉があるっていうこと自体知らなくて。<laughs> はい 振り回されたことあったたんですよ振り回されたってまた怒られますね全国の女の人に <laughs> でも男からすると振り回された感覚になるんですよ<ー>靴買いに行きたいって言うから一緒に買いに行ってデパート行ってでいいのあったんだけど例えば他のもう一つのデパート行ってでそこで探してまたそこでもいいのあったんだけどまた別のデパートにも行ってよっぽど本当にもう気に入ったの佐賀さんと変わんのかなって思うじゃないですかで最終的に帰ろうって言うからうん、うん、え変わんのって話になるんですよ <あ>俺も一生懸命3つも回ったってことはよっぽど靴が欲しくてよっぽどいいものを探したくてやっぱ最終的にね3軒目でいいのがあればそこで買うけどやっぱ2軒目の方が良かったなって2軒目に戻ってまた買うとかどっか別に戻って買うのかなと思ってたら買わないって言うからえ「え靴買いに行こう」って出かけたよねって確かに買わないの なんでお金ないの貸せるね」とか言うんだけど「うんいらない」って言って「なんでかわんの?」って、まあ、前のねその人も「見てるだけ?」って言われてガーンってなったことあるんですよ。見てるだけ買いに行こうって言った買い物に行こうって言ったのに見てるだけってどういう意味っていうのがもう意味わかんなかった本当に意味わかんなかったですこれ。他の人に話したら、はい ああ女の人そうよとか言われて簡単にあ<ー>ウィンドウショッピングで楽しめるんだよ買わなくても楽しめる見るだけで楽しめる、はい、えってなって意味わからんってなったんですよでもあ女の人ってそうなんだっていうのが分かってたら楽しめるんですよ。そ、はい、そうですすねそのウィンンドウショッピングする前にれれを知ってれば 買うつもりで言ってるからんで買わんのってもう疑問だらけなんですよ、何年間も疑問でしたね、あれは。<laughs> あとあと、あと誰かにあのウィンドウショッピングっていう言葉を教えてもらってあ、女の人ってそれで楽しんでるんだ、見るだけでも楽しめるんだっていうのを分かってから、あそうなんだって理解したんですよ、それで逆に俺もウィンドウショッピングっていうのが楽しめるっていうのを分かって、うん、自分もだウィンドウショッピングでやりますよ、女じゃないけど。<laughs> ね見てるだけで楽しいじゃないですか別に「いいんだ」って買わなくても見ていいんだっていうのをんか自分の中でんか勝手に昔は何かデパートとかそういう商店とか行くのは買うものがある人が行くところと思ってるんです買いもしないのに何で行くのって感じデパートに何,何しに行くの見るだけって意味わからんと思ったけどあ見る楽しみっていうのも僕も分かりましたよだからあれでそれだからあのー 今,今は別に買わなくてもいつかね買うかもしれないと思ったら見て歩くの好きですね今,今,<は>今全然話が飛んじゃいましたね <laughs> 今日はですね自分の心の投影ですっていう話がしたくてこの話をしてるんですけど投影投影っていうのもこう勘違いして僕が受け取ってたっていうのがあって まずこの本物の本物っていうかみんなが思っている心の投影っていうのがあるっていう前提でスタートしてるんですこれ今話してたのはこの1行を「人生は自分の心の投影です」っていうのを話しただけでで大体わかる人はそうよね自分よねっていう人はいるんですねみんないるんですけどこれ勘違いしてる人が多いなと思ったのでここ書いてますよ面白いこと書いてますねあの 自分の人生が自分の心なんだってなるとじゃあ自分の人生が貧乏ってことは自分の心が貧しいからだとか言って今度は心が貧しいから貧乏なんだから心を豊かにしようって言って心を豊かにするようなことをやり始めたわけですよ僕はお金とか物理とかそんなんじゃなくてまずは心を豊かにするのが先みたいなで心を豊かになるっていう のはいくらででもあるんですねお金使わなくてもきれいな景色を見るだけでも心豊かになるしあときれいな花を見るだけでもでいろんなお金なくても心豊かなそういう豊かになる心を楽しむっていうことが心の豊かさだっていうことで豊かな心を楽しんでた時期があるんですよでこのそうなれば外側も繁栄してくるんじゃないかなっていう のがあったわけですねこれが間違いなんですけどもここいいですかこれちょっとね、うん、ま,あまだ時間あるから大丈夫ですねあの心を豊かにしたら外側も豊かになるっていう発想自体が貧乏根性だと言いたいんですねあの外側に外側に豊かさを求めるっていうことは 外側は貧乏だと思ってるわけですよねでも心が豊かだからいつかは外側も豊かになるって思ってるんですけど心豊かになったからって外側豊かになるとは限りませんよって言いたいんですよ。あ<ー>あのこれあれですよねあのこ結局は外側の豊かさを求めてるっていうこと自体が変なんですよ。あまずは中からってことですかまずは中中かかららっって言ったら今度中を豊かにすれば外側も、はい 豊かになるると思ってるんですよ<ー>結局は外側の,この豊かさなんですよね。はい、あどうしてもうちからやって外にっていう考え方。うちの党へっていうと、じゃあ内側を豊かにすれば外側も豊かになるっていうふうに取っちゃうんですよ、佐野、はい、的に。でも、あれですよあの、それ自体が何でそんなことするのってったら、いや、豊かになりたいからですよね、はい、外側の生活とか金銭面でも。うん、だったら こんなバカみたいなことやるよりも仕事を3つぐらい掛け持ちしたらいいと思うんですよ単純にあ3倍仕事あお金入ってくるじゃないですか、はい、普通に <laughs> そうですね普通にですよそれを心が豊かになれば外側も豊かになるはずとか言ってやってるんだけど、はい、そんな意味じゃないですよっていうのが言いたいのがこの本なんですよ大体<ー>いいそういうふうに取る受け取るんですよ勘違いする人多いんです 自分の心の投影っていうと <laughs> じゃあ自分の心が貧しいから今の現状だったらじゃあ豊かになれば外側も豊かになるとか言ってるんだけどこれ本当に豊かな人っていうのは <laughs>、はい、心も豊かですよ。 あもう心も豊かでいや逆にだ本当にもお金とかそういった経済的に豊かな人は心も豊かですよ <laughs> 心が豊かだから経済的に良くなったんじゃなくてもう経済的に豊かだから心豊かなんですよ逆だと <laughs> はい確かにそうですね意味わかりますな外側を変えたいから内側を変えないといけないっていうのがこの意味なんですね自分の問いだから外側を一生懸命変えるっていうのはあの 映画,映画館で画面に映されたのを一生懸命塗り替えしようとしているようなも題だが投影しているのはこっちだからフィ,ルフィルム変えないと中身変わらないですよね変わらないですねはいはいはいそれは意味わかりますよ、ね、それは大事です、はい、だったらこのフィルムを変えない限り外側は変わらないんですけどこの問題はフィルムを変えるということが間違ったやり方をしているというのが僕は言いたいんですね<ー>フィルム変えれば変わるんでしょあ変わるんですから 自分の投影なので、はい、心の投影なので心が変わったら変わるんです、うん、でも心を変えようとしてること自体が間違ってるっていうのが言いたくてこれ頭ですよね心じゃないんですよあ頭じゃなくて心心え変えるために心が変われば変わるっていう話で心を変えようとするっていうのは頭なんですわ頭と心はこう 心が変われば変わりますよ<は>でも心変えるため何かやろうとすること自体が頭って言いたいんですよ<ー>変えようとして変わるのは心を変えようとして変わるもんじゃないんです心は変わるものなんですよ変えようとして変えるもんじゃないってことです、ね、変えようとする努力自体が頭って言いたいんです、ね、ああそれやってるのは頭の子だとう、うん、なんこんなの多いんですよだから世の中の <laughs> ごっちゃにしちゃってるってことですね何とかの法則っていうのもそうなんですよ思っったこととを引き寄せるっていうと、はい なんか引き寄せるために思おうとするんだけど引き寄せるために思おうとしたのは考えですからね。うん確かにあ、思ったら何でも引き寄せるんだ実現するんだっていう本がいっぱいあるんで、はい、じゃあじゃあこんな例えばあのこんなお家に住みたいとかこんな職業に就きたいとかそれを思い続けたら叶うんだって思うんですけどそれ考えたのは頭ですよね。 そうです頭ですよ、ね、分かります、はい、あすごい分かってくれた、それ、心じゃないですね、心じゃないですよね、はい、それを叶えるために思ったっていうのはないですよね、大体<い>、いい子供の時に、何かに感動して、あすごい、自分もプロ野球になるって思ったのが思いじゃないですか、それは心の方ですね、思いですよね、はい、でも、思ったのが叶うんだよって言われたら、じゃあ、か叶えるために思おうっていうのは、頭ですよね、はっきりしてますよね。うーん <laughs> だどこで思うかわからないんでですよ心はでも叶えるために思おうと努力すること自体が頭って言いたくて頭で考えたのは難しいんですよ何で難しいかここ書いてんです実は。そういうふうに考えてじゃあ豊かさを手に入れるために心を変えようと努力すること自体が頭なんですけど頭はそういう頭で考えるとどういう固形現象が起こるかっていうとですね ここに書いてますけど豊かさを求めてるっていう時にですね何を見てるかですその人が<ー>やっぱり豊かさ豊かになって自分を見てると思いますか違いますよ違うんですか違うんですよ豊かになりたいって豊かになって自分を見てるんじゃなくて、はい、そうじゃない自分を見てるんですよ自分はそうじゃないと思ってるあ,あ、豊かじゃないと思うから 豊か,豊かじゃないと思ってるから豊かになりたいっていう思いを持てれば豊かになると思うんだけどそういうことをやるっていうのは自分は豊かじゃないと思ってるんですよ。もうそう思ってる状態だからそう考えたらそうなんですよ。これダイエットの時によく話するんですけど「はい、なんで太りで痩せたいの?」って聞くとみんな怒るんですよ。怒るんですかあのあその前ダイエットしてどうするのって言うと。 いやどうするのじゃなくて痩せたいんですよって思いが叶うって書いてるから、はい、痩せたいと思えば痩せるんですよねって言うんだけどなんで痩せたいのって言ってもいやなんでじゃなくて痩せたいんですよって目,目的がちょっとないですねあんまり言うとさい、はい、最終的にやっとやっとなわざと僕最初から逆売れさせるために言ってるんだけど、はい、3回言うとやっとたい逆切れしますねなん <laughs> で痩せたいのって言うと太ってるからさ って逆売れしてるんですよ。はい、要は太ってるから痩せたい痩せたいと。はい、あ、太ってると思ってるんですよね。意味わかります。ああ、そうですね。もう認めてるから。太ってるという思いがあってあ痩せたいって考えても考えは思いに叶いませんから。はい、太ってるから痩せたい。太ってると思ってるんで太ってる状態が叶ってるだけで。はい、痩せたいってどんなに考えても痩せたいと思えば痩せる。 ってて考考ええもそういう考えですよね思ってるのは太ってると思ってるんですよだかられはあの「思いの方が強いですよ」ってもう1,000倍も強いですから大げさに言うと、うん、いや1,000対1じゃもうどちょっとした思いの方が強いんですよこれ多いんですよあのダイエット思い,思いの話をするとじゃあ痩せたいと思えば痩せられますかねっていうああそう言いますよねそう <laughs> 痩せたいと思って痩せた人はいないと思いますね僕は 何かがありますよ。あの強引に、強引にですね、なんかあのサプリメント飲んで、急激にこう痩せたりするかもしれないあれ、大体リバウンドか病気になりますよ、どっちか、あの薬に頼ったりとかじゃなくて、でも、思いはかうよって言いたいんですよ、僕は、あの実際に奇跡のダイエットやったことありますから。 ご自身でですか自分が<ー>、うん、その時どう考え思ったんですかこの違いねこの違い話しましょうねこれ話しだすともうあと1分で話しできないが先にコマーシャルできましょうね <laughs> これねわかりました <laughs> じゃコマーシャルです <laughs>、はい あげます。5秒前、4、3、2、1、どうぞ。はい。もう早いですね。もうあと少し15分。あと15分。15分、15分で話できるからみんなみんなが来ていところだと思うんですよこの自分のダイエットの話。そうですね。ぜひ。あの一回。 まあ2回あるんです。僕の場合は必ずもういいのと悪いの分かりやすいんですよ。<ー>面白いこれも、これもこれ、もうみんな教材になるんだけど、自分の経験が。<laughs> 最初、実際にもう太ってるからって言って、ダイエットやったことあるんですよ。はい、太ってるから。太ってるからって。もうこんなんじゃダメだっていうことで、はい、ダイエットやったことあるんですよ。はい、もう全然、1キロも減らなかったんですよあの時いろんな。 ダイエットって言ってもまあそういう高い食材とかの買うあれはないからテレビでやってるのをやったりまあ普通に単純に考えればあ,のあれですよねダイエットですごめつくのはもう食べる量を減らして運動するそうですね、うん、やっぱりもうこれが一番ですよねはいでこれで減らなかったんですよ あそれで減らなかったんですかうん半年やったよえ辛つらいですねなんか半年よ、はい、普通はさ3キロぐらい減って <laughs> はい、はい、そこから壁があってまた2キロ減って壁があってまあ最初だけはもうとにかく 2, 2 3キロだったら簡単に痩せるんですよそ最初どんな人はい、そっからが壁になるんだけど 1>,、うん、1キロも減らないっていうのはもう面白いでしょいやもうそれ自分だったらもうつらすぎて 半年前と俺も偉いよね、またね。さすがに半年後に諦めましたけど、ね、<laughs> あ無理みたいなんで <laughs>、はい、これ、だめ <laughs> <laughs> なんだこんなんじゃだめなんだみたいな感じで、ねはい、もう諦めたんだけどその後、まあ細かく話してる時間ないから何があったっていうのは置いときますけど、うん、あるきっかけであかっこいいおじさんになりたいと思ったんですよ。はい、かっこい,いおじさんに、うん あとあとですよ、まあ、これ十何年前の話だからかっこいいおじさんになり 50, 50代になってもかっこいいおじさんになりたいと思ったんですよそしたらダイエットはやらないのに8キロ減ってましたよ1か月であダイエット意識しないでただかっこいいおじさんになりたい、うん、かっこいいおじさんになりたいんであのダイエットとかあんなのは関係ないんですよああ<ー>意味わかります <laughs>、はいうん、逆に、はい、こっちじゃなくてなんていうの あれ、アンチエイジングじゃないですけど、あの十年若返り法みたいな感じで、はい、時あの時。十年若返り法って意味わかります。いや、でも、ちょっとどういうのか説明してもらえれば。 10年,10年をその年から10年若返るってとても難しいじゃないですかそうですね10年間今の現状の位置あれを維持すれば10年後には10年若返ったことになるわけですよあ<ー>俺の理屈ではなるほど現状維持ずっと現状維持していって10年の月日が経っては今,を今を現状維持すれば10年後にはね <laughs> そうですね確かに <laughs> なんかそれだととったらとても単純でなんかできそうでしょわかりやすいですねちょっとそれは。<laughs> そのため、リンパマッサージ、顔を洗うときに、の女の人がやったのを聞いたことあったから、なるほどな、リンパマッサージでこうやったら、シワとか、シミとか取れるんだみたいな感じで、毎日お風呂入るときにはリンパマッサージ。徹底して。体のついでにツボとか教えてもらったんで、リンパの一番大事なところとか。お風呂場はもリンパマッサージの場だったんですよ。若返りのために。現状維持するために。現状維持するために。 そしたら1か月でそこから1年で1 5キロ減ってましたけどねあすごいです、ね、でそこから大体今もうほとんど出たり入ったりです今お腹は、はい、今はちょっとでもすごかったんです今大体5 6キロぐらいなんですね僕今が、はい、あの時6 8キロ9キロぐらいまでなったんですよあやがて7 0キロっていう そっから1 5キロだから1 5キロ減った時はさすがにこれは減りすぎだなと思ったんだけど5 3キロとかになった時はで今がちょうどいいぐらい66ぐらい,66ぐらいでも最近出てるって怒られてますけどね,で,ね <laughs> <laughs> でも何ていうんですか意味わかります太ってるからとかじゃなかったんですよそこが原因じゃなかったんですね太ってるからと思ってダイエットやった時は本当に1キロも1キロも いませんでしたからね<ー>かっこいいおじさんになりたいと思ったんですよ、見本の人がいたから、自分の近くにあなりたいいっていう,人がいいう先生がいたから、<ー>かっこいいな、この人の考え方がまずかっこよかった、あの俺はなとか言って、あこれ今いるとこじゃないんですけど、別のとこにいるときに決めてるって言ったんですよ、自分で。代代はこんな50代はここんんなな 同じ年だから323ぐらいの時かな彼も323だったんだけど、はい、自分の決めた通りになってるって言ったわけさ<ー>40代になったらこんな顔50代になったらこんな顔一番自分が好きなのは55歳ぐらいの顔なんだよなっていうまで見てたその人は。 そんな先まで考えてうん,、うん、だだなんていうの若ければいいっていう話じゃなくて、はい、40代は40代の顔50代は50代の顔で55歳の顔ぐらいがもうそれで一生涯いけたら一番最高っつってそのためになんかいろいろやってるって言ったわけよおおなるほどなと思ってそういうのがあったから俺も、はい、あ俺もそういうふうになりたいと思ってかっこいいおじさんになりたいと思って大体あのねかっこ悪いじゃないですかあの 子供の運動会とか行って走れないっていうようなこの、はい、<laughs> そう辛いですね <laughs> なんか子供の前なんでやっぱり、はいうん、自,分自分は今からだと思ったから子どもが大きくなった時に運動会シーズンとか行って,行って親子リレーみたいな,なんかまあ今はないらしいけど、うん、<laughs> 今はちょっと変、ね、<laughs> な,ないらしい昔あったからあんなイメージがあったんですよやっぱり子供の前ではかっこいいところを見せたいっていうのが <laughs> あ確かにもともと現役時代はもうねサッカー部の時とかはもはい 有名人でしたから僕那覇南部では<ー>あ,のあそこのウイング速い足が速いって有名人有名だったんですよ、はい、サッカー部もちろんサッカー部で,ですよ那覇南部地区のサッカー部、はい、同じ年代のサッカー部からは有名人だったんですから街歩いてもあ「工業のウィングよね」とかよく声かけられたから「<ー>あんた誰?」っていう人かな。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ有名じゃないですか、はい、足だけで有名だったですね高校の時はそ,でからそんなのあるからそれを何ていうのなんか走れないっていうのがとっても悔しいんですけど今は、はい、一回挑戦したけど走れなかったですね <laughs> <laughs> でもせめて体型っていうかあ見た目っていうか見た目はもう若く若くないとと思って若い時に結婚したらあれかもしれんけど年取ってから子供を作っていくから、はい、子供が大きくなった時におじいちゃんって言われたくないさそうですね確かに っってていうのはもうあってだからもうかっ,こいくかっこいい自分でいたいっていうのを思っただけで痩せようと思わないけど痩せたよって話なんですよ要はだから別にそこは痩せる痩せるってずっと考えてるのがいいってわけじゃないですよね、うん、なんか別のそうやっぱかっこいいとか何をこの話出したかっていうと、はい、かっこいいっていうのをとっても ポイントだなと思って、さっきある人と話してたんですよ。かっこよさを求める。ボビー・ジョーンズって、昔、有名だったゴルフプレイヤーがいるんですよ。いきなりで悪いと思うんですけど、知らなくても別にいいですけど、そういう人がいたんです。プロにはならなかったんです。アマチュアのまんまで有名人だったんですよ。うまくて。プロになった方がいいってみんなに言われたんだけど、プライドでプロにはならなかったんです、その人は。俺はゴルフを愛してるということで。 お金のためにプロになってやるってよりもゴルフが好きっていうことでいやったんだけどその人が最初にゴルフを覚えたのが格好なんですフォーム打ち方かっこいい打ち方だから誰からもゴルフなるわけじゃなくなんか英才教育受けたわけじゃないんだけど誰かのを見てかっこいいフォームで研究したんですよこの人だか,かっこよさにこだわったんです打ち方 で本当にゴルフまで上手くなったんですよこの人だから教わったわけじゃなくて、ね、かっこよさをいろんなもん大会で優勝するんだけど、はい、結局アマチュアだからプロとしては悔しいわけですよねアマチュアに負けるんだからなるほど大会でプロになったわけじゃないかって言うけどプロにはならんかったこの人言い続けた俺はゴルフを愛してるんだよって <laughs> 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 でも俺のゴルフの師匠もそうなんですよ まあゴルフの師匠って言って言きましょうね名前出せないんですちょっと最近有名人になってるんでそういう人がいるんですけどゴルフも師匠実はいろんな全問同士やったんだけどゴルフも教えてもらってこの人がかっこいいんです打ち方がもう打ち方だけだったら本当に世界一じゃないのって思うぐらいあああ似てるのいる何でしたっけあのうまい人黒人の。黒人 タイガー打つみたいな打ち方なんだけど<ー>でもまだこの人の綺麗がなフォーム、えー、<laughs> とっても綺麗なフォーム。<の>でしん,なしんなりしんなりっていうか,なんかゆっくりもセンスっていうかゆっくり打つんだけど。はい 300ヤード飛ばしますからね。すごいっすね、300ヤードすかります ?300 ヤード飛ばすときあったます普通300ヤード飛ばすのもプロですから、確かに。アマチュア飛ばす人いないですから、普通に。アマチュアの方のほうがですか200飛ばすのも精一杯ですからね、僕はいや、アマチュアどころか、趣味、この人は。趣味でうん、シングルプレイヤーではあるんですけど。 趣味ですよ、あの忙しいから、めったにゴルフも行けないですよ、月1回行ければいい方じゃないから、今も行ってないと思う、多分忙しいから。<ー>だけど、うまいですよ、シングルプレイヤーで、で、ゴルフ練習場、打ちっぱなし行くと、一緒に行って教えてもらったんだけど、はい、周りからやっぱ来るんですよ、上手いから。上手いからっていうよりも、あ上手いからじゃないか、ホームがら綺麗だから、綺麗,から綺麗な打ち方するねって,言って<ー>で。しかも飛ぶでしょ、はい、もう突き刺さりますからね、あのネットに、300ヤードネットに。 あそうです打ちっぱなしだったらそんぐらいですかねやっぱり、うん、うわすごいっ,っていうね <laughs> だみんなは一生懸命飛ばし屋の人とか来てから一生懸命力任せにあっって,って、はいネットまで飛ばすんですけどあの300ヤードの、はい、この人簡単に言ってピシッて行くからいやかっこいいですねかっこいいよ本も <laughs> かっこよくてこだわるわけよこの人お<ー>でこれで思い出したんですよこの本にも書いてるしサッカーにはちなみにさっき話してた人も 面白いこと言ったら水泳で水泳選手でもないのになんか水泳いや途中から入って格好か飛び込む時のホームあー今のが一番かっこよかったっていうあれ,あれを一生懸命こだわったって飛び込む飛び込む時のもう水がバシャンって出ないような綺麗にスッてもあの方のラインから始まってこういうのにこだわったら 気がついたら早くなって、他の選手からはやっかみ受けたらしいけど、周りはもう小学校から一生懸命やってきた人なのに、後から来た人になんか持ってかれたみたいな、<laughs> それはちょっと悔しいですね <laughs> やっ<ば>いり <laughs>。そんな話をしてて、あなるほどなと思って、ボビー・ジョーンズもそうですし、さっき俺ギターの人もそうでし、考えたら俺もそうだって気づいたんですよ、<はい S 1> サッカー部の話。サッカー部に中学は 補欠だったんですけど万年補欠で悔しくてサッカー部に入って高校ではレギュラーになったって話をこれ書いてるんですね、はい、この時にはやっぱみんなセミナーとかで言う時には俺ガッツポーズを求めてたって話するんですよレギュラーになりたいレギュラーになりたいと思ってたわけじゃないんです思えば叶うって言うからじゃあレギュラーになりたいと思ってたから叶ったんですかって言われたんだけど違いますよって、はい、レギュラーになりたいって思ったのは最初の入った時だけで俺はずっとガッツポーズがしたかった シュート決めた時のガッツポーズがしたかったもう最後の、うん、あれがしたかったんだって出川になりたかったわけじゃないんですよ。<laughs> <laughs> で話するんだけど、はい、こう今日話してて気づいたのがああと思ったのが足速かったっていうのも結局俺ボールが出るとなんかもう猫みたいになるんですよ目が <laughs> で。なんかもう, <laughs> もうボールに向かって走っていくっていうの。あーはいで 絶対ボールをかけてるときは絶対誰にも負けないと思った、はいね、ボールが遠いところに出たときに遠ければ遠いほどですあれ追いついたらかっこいいなと思うんですよ俺なるほど自分追ってる自分追いついた自分かっこいいな追いついたらかっこいいです誰も間に合わんと思うの俺追いつくわけですよああそれかっこいいですねかっこいいわけよみんな <laughs> うおーってなるからなるほどそれが このかっこよさを求めて俺やったんですよ。そしたらかっこよさ、これ何分までした五 5, 5分までこれで56分まで,です、ね。6分までよね。はい、6分まで,で。<laughs> 大丈夫ですね。あと,あと1分半ぐらいですね。そう、問題こここ、ここ、もう最後まで言えてよかった、あのこ,こは、はい、かっこよさ求める、自分なりのかっこよさでいいんですよ。本当にに、だまりが見てかっこいいかどうかじゃないんですよ。はい、俺はあれ、追いついたら絶対かっこいいと思ったんで。はい 追いついてたんですよでそれがあのおーってなるしもうみんなからなんかすごい <laughs> 期待されてかっこいいって感じでそのかっこよさを求めるっていうのが一番手っ取り早いかもしれないと思ってさっき来るときに電話で話してた内容がですね<ー>なるほどなと思ってうでも,もう夢夢とかいうよりも自分がそれどれやってる時が一番かっこいいかって自分のあると思うんですよ<ー>自分なりのですよ と比べてもそれはあれあですよ <laughs> です自分の中で,で俺はだからがサッカーボールを追っかけて誰が思い,思い追いつかんのを追いついた時が一番かっこいいと思ってたんでそれやってたんですよ、はい、<laughs> 自分なりのかっこいいものにこれを求めるのがとっても早いと思ったなるほどんか全然つながってるか分からんけどなんかもう,もうかっこよさっていうのはね求めてくださいう太も雄太のなりのかっこよさ 格好いいなもう止めて <laughs>、はい、生きていきます。あそれだ一番いいですね。はいはい、すみません今日もなんだかんだ言って終わっちゃいましたね今日もはい、はい、あと10秒です。1秒です。また来週も来週はちゃんと一応考えてきますんでまた来週楽しみにしててください。はい。ありがとうございます。嬉しいます。